じゃあ行くか。トレーニングで使い切った分、補給しねえとな。陸上部だけど、復活早々山内のやつ降ろされたって。武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ？あいつが親にいろいろ吹き込んでな、スカート選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ。山内どんな顔してたんだろう。学校側も PTA 会長は無視できないってわけ。結果陸上部は復活、顧問は臨時で前の監督になったって話。いい君だ、スカッとしたぜ。あいつらなら陸上でいいとこまで行けるかもしれねえ。おラーメン伸びちまうな、食おうぜ。ブー、食った食った。本当はさ、ずっと怖かったんだ、あいつらと向き合うの。てめえのバカさ加減思い出すし、あいつらの軽蔑の眼差しとか、何より居場所をなくしたこと、ずっと忘れらんなかったからさ。こういうの柄じゃねえし、なんて言っていいかよくわかんねえけど、お前がいてくれたから俺は変われた。ゴタゴタに巻き込んじまったけど、お前最後まで付き合ってくれたよな。俺を見捨てなかったよな、ありがとな。不思議だよな、怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのに、なんでこうなっちまったんだか。けど次は俺の番だ。これから先何かあったら言えよ。今度は俺がお前を何があっても助けてやる。我は何時、絆は反逆の次、今こそ何時。よしよし、感じるぜ俺の新しい力。よし、さてと、吹っ切れたからにはバリバリやるぜ。まずは怪盗団からだ。頼りにしてるぜリーダー。だから俺のことも頼れよ。さて、充電も完了したことだし、駅まで走るか。